事業用列車として使用されるアブダニ422号機マルティニー駅マルティニシャトラール鉄道アブダニ421から22系電車は現在ではマルティニ地域交通となっているスイス西部の私鉄であるマルティニシャトラール鉄道で使用されていた山岳鉄道用電車である。なお、本形式はブクフに421から22型として導入されたもので。 あるが、その後の称号改正により、アブフに421から22系、その後アブダに421から22型となったものである。1906年から1908年に開業したスイス西部の私鉄であるマルティニシャトラール鉄道は、全長 18.36km、落石やだれの被害低減やトンネル断面積の縮小のため山岳区間では架空線からではなく、 第三機場から終電する方式とした山岳鉄道であり、マルティニーからフランス国境近くのシャトラールに至り、国境でフランス側のコルデモンテ線に接続していた。同鉄道は全長約 19km の路線のうち、最急勾配200パーミルのラック区間は約 2.5km のみで、残りの区間は最急勾配70パーミルの粘着式鉄道であり、 接続する最急勾配90パーミルのコルデモンテ、線のシャモニーモンブラン方面への直通運転も視野に入れて建設された路線であった。このような状況から、マルティニシャトラール鉄道では、開業に際し、ラック式の駆動装置を持つ機材として、当時の標準的な二軸のラック式、粘着式併用の小型電気機関車であるハジアに、2系の2から3号機と、ラック式、 粘着式併用で制御者一両を牽引可能なブックフ4、4、1、15型との計10機の動力車の導入と並行して区間列車用にラック式駆動装置を持たない粘着区間専用の電車を導入することとなり2機が用意された電車が本校で述べるブックフに4、21から22系である本形式はブックフ4 4-1-15型と同じデザインと基本構造で若干全長を短くし客室を3等室主体とした機体となっているほか、ラック区間ではラック式電車と編成を組んで運用することを可能とするため、台車内にラック区間で使用するブレーキ用のピニオンを装備していたことが特徴であった。本形式と同時に導入されたブックフ4。 4115系ラック式電車は二軸ボギー台車を使用したラック式電車としてはスイス最初期の機体の一つであり一つの車軸にラック式と粘着式の駆動装置を両方組み込んで一機の電動機で駆動する駆動装置を装備して一台車あたり同軸ピニオン共に二軸ずつを駆動するより近代的な方式の二軸ボギー台車を初めて採用していた 一方、本形式は、軸巨 1800mm の二軸ボギー台車に70パーミルの粘着区間に対応するための同軸二軸、及び駆動装置と200パーミルのラック区間に対応する、ブレーキ用ピニオンをコンパクトに装備するために、1908から9年に、同じ地方に開業した、全長 12.9km、最急勾配135パーミルのモンテーシャンピュリ。 モルジャン鉄道が導入した BCF4-416 型などに採用された2軸ボギー台車の片側の車軸にラック式の駆動装置をもう片側の車軸に粘着式の駆動装置を増加しその駆動力をサイドロッドを通じて反対側の車軸へ伝達して1台車あたり粘着式の同軸に軸とラック式のピニオン1軸を駆動する方式の台車をベースとしてここから ラック式の駆動装置の主電動機と歯車箱を省略してピニオンをブレーキ用とした台車を採用していることが特徴であった。本形式は台車を SLM、車体を SWS、電気部分、主電動機はサイアム11から15号機は魔法が担当して製造され、1時間定格出力1 1 0ットを発揮し、 基本的には単行で運転されることを想定した機体であった。なお、本形式は当初の形式がブクフに4型であったが、1956年の称号改正によって、それまでの2等室、3等室が1等室、2等室となって、それを表す形式記号もそれぞれ B 及び C から A 及び B となってアブフに4型となり、 その後1962年の称号改正では荷物質を表す形式記号が F から D に変更されてアブダに4型となっている。また通常スイスの動力車は形式称号に同軸数、総軸数を表記しているが本形式は当初は手電動機を直接操作した側の車軸のみを同軸とみなして2、4と表記していたほか 1980年に等室の運用が廃止されて、全室に等室とされており、車体表記等に変更はないものの実質的には、武度に4型となっており、文献等によってはこの形式名で表記されることもある。各機体の基盤と製造年月日、製造書は下記の通りである。ありがとうございます。